近代ユニバーシティ。世界には何冊くらいの本があるか知っていますか？およそ1億3000万冊以上と言われています。これらの本は先人から未来の子どもたちへの預かり物です。しかしながら戦争、思想統制、検閲、文書によって焼かれて消えていった本も数多くあります。その数は今世界にある本と同数、それ以上かもしれません。先人から託された本をあなたはどのように守っていきますか？図書館司書を目指すあなたは本とは何かに真摯に向き合わないといけません。読んで字のごとく書を司るものになっていかなければいけません。この科目では以下の5つを学びます。図書館で所蔵する情報資源の種類と特徴、図書館でアクセスできる情報資源の種類と特徴、情報資源の識別と活用方法、情報資源がどのように生産され流通しているのか、情報資源の収集とコレクション構築、書架に並ぶ資料のことをよく知るプロフェッショナルになるため、そして未来の子どもたちに本の大切さを伝えていくため、そのために図書館情報資源概論を学んでいきましょう。